なんで、なんで君がここにいるんだ。綾瀬美晴は天川春人の幼なじみだった。春人、これは俺の推測ですが、サツキさんと高久さんは勇者としてこの世界に召喚されたのかもしれません。大丈夫です、春人さんと一緒なら。ありがとう、リオ。私をさらってくれて。お帰りなさい、お兄ちゃん。お願い、助けてあげて。勇者、私、探しに行きたいです。謹んで拝命いたします。勇者様なのではないでしょうか。俺は坂田博明。もし俺に天川春人の記憶があると打ち明けたらどう思うだろう。いつか話さないといけないのかもしれないけど、今は